皆さんこんにちは、小葉翔です。今日のテーマなんですけれども、2025年の受験生は超強気、難関に女子がチャレンジ、東大 109%、 東京科学大学 114% という記事です。来春の、次の春のですね、一般入試を目指す受験生たちにとって、これからラストスパートの時期に入る今年度の受験生はどんな傾向なのか、30万人が受験する全東共通テスト模試の志望データなどをもとに、大手予備校の河合塾研究員近藤さんに動向を聞いたという記事になっております。最近ですね、この河合塾の近藤さんという方の記事がね、非常に多くなっておりますが、読んでいきたいと思います。これまで18歳人口は年々減っていたが、今年度は昨年度に比べて微増、ね、微増。大学入学志願者数も前年よりは少し増える見通しだ。また、新課程入試初年度と入試制度としては大きな転換点に当たると。入試制度が大きく変わるとき、受験生の動向は安全志向になる傾向があるというか、夏に行われた全東共通テスト模試の志望動向を見ると、そうした傾向は見られず、むしろ積極姿勢だという。近藤さんは、新課程入試で共通テストも大きく変わるが、受験生たちは制度変更をきちんと理解しているようで、動揺はないようだと話す。まあ、これはまあどこまで動揺とかね、まあ、困っているのかっていうのは、まあ、結構生徒さん次第だと思いますけども、まあ、比較的例えば情報があるよとか、まあ、数学がね、まあ、鈍しになるよとかっていうのは、結構彼らは高校1年生とか2年生の頃から把握をしていた方が多いと思うので、まあ、その意味では、まあ、それこそね、いわゆる共通テスト導入の年の記述が入るんじゃないか、どうなんだみたいなことをね、結構ね、ギャーギャー議論してたことと比べると、まあ、正直混乱はね、まあ、少ないのかなというふうには感じますね。はい、続きです。東大や京大といった難関国立大学、早稲田慶応といった難関私大を志望する受験生は軒並み前年を上回っており、今年の受験生はチャレンジ志向になっていることがうかがえる。志望校を変えず第一志望を狙い続けている様子が見て取れるという。国公立大学の志望者数は全体で見ても前年比で 101%、難関10大学、まあ、旧帝大と一橋大、東京科学大、神戸大学ですね。難関10大学で見ると 103% と志望者数は増加傾向だと。で、特に京都大学、東北大学は 107% 作対比で人気が高い。特徴的なのは女子の難関志向が強くなっているということで、女子だけの志望動向で見ると東大は 109%、新設の東京科学大は 114% となっているということでございます。はい、まあ、やっぱりね、東京科学大学は東工大時代にですね、女子枠を創設したりなどして、まあ、話題を集めていましたよね。で、もちろんこの女子枠をね、まあ、使う使わないどういった問題があるかいろいろというのは一旦置いといて、まあ、一旦置いときましょう。ただ、まあ、志願者数が増えるかどうかでいうと、やっぱり増える理由にはなりますので、まあ、その女子の方でも、まあ、東工大とか、まあ、ごめんなさい、東京科学大ですね、科学大とか、まあ、東大狙っている人が、まあ、増えているということが、まあ、見て取れるのかなというふうに思いますね。はい、で、背景としてはまず当然なんですけれども、その今の入試制度ってものが挙げられると思います。やっぱり僕の中でいつもね、動画で言ってしまって恐縮なんですけれども、やっぱり受験生が二極化ないしは三極化していると僕は思っています。やっぱり難関大学を狙うような、狙っていけるような子たちと、まあ、そうではないけど、まあ、一応大学進学をね、考えて勉強はする子たち。で、さらにもう一個、で、三極目を挙げるとするならば、全く勉強せず、まあ、なんとなく家から近いね、ボーダーフリーでいいかなぐらいで行っちゃう子たちっていうのもいるので、まあ、ここの子たちは一旦置いといたとしても、やっぱりそのマス層と、すごいね、できる子たちの層っていうのが、まあ、結構分裂がね、激しいなっていう印象があるんですよね。共通テストを見ても、やっぱり早い段階から、7割8割しっかり取ることができる子たちと、やっぱり何にもね、その時はまだ共通テストやってませんとか、まだ学校の宿題がとか言っていて、なかなか勉強が進まないと、高校3年生になってからもまだね、まあ、半分とか6割とかしか取れませんみたいな子もいるので、やっぱりそうなってくるとやっぱ事情が変わってきて、うん、やっぱりこう大きなこう違いになってくるのかなと思います。ただやっぱり上位の子たちからすると、早くから勉強していて頑張っているし、成績もいいから自分がね、目指したいところに行きたいっていうことが強まっているんじゃないかなというのが僕の1個目の印象です。さらに2つ目の、まあ、これ僕本当妄想なんですけれども、理由を推測すると、やっぱり今の子たちというのはやりたいことで大学を決めているからなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。それこそ、まあ、僕の本でもこういったものでね、最高の職業と進路が見つかるガイドブックといつもいつも宣伝して申し訳ないですが、こういったもので、まあ、キャリア発見のヒントになればと思って、まあ、山内先生という方との協調でね、本を出させてもらっているんですが、
逆にこういう本を読んでいただいたりとか、もしくは大学のことをね、しっかりとそれこそ研究室単位とかで調べたりとかしていただくと、やっぱりね、分かると思うのは、偏差値至上主義という意味ではなく、やっぱ難易度が高いような大学の方が研究設備が整っていたりとか、環境がね優れていたりとか、あとはそもそも研究できる幅分野が多かったりとか、自分に適している可能性が高かったりとか、やっぱり難関大は難関大、特に最難関大のメリットは確実にあるわけですよ、ね、もちろんどの大学もいい大学だよねって言えば、もちろんキリはないんですよ。キリはないんだけれども、ただやっぱりね、その皆さんが本当に自分じゃこういうことやりたい、将来こういう風になりたいって言ったものを突き詰めて努力をするためには、やっぱり最難関大学とか、もう少なくとも一定以上の研究実績や実力を持っている国立大学を狙っていきたいって思うのは、僕はむしろ自然なことなのかなっていう風に感じますよね。うん、実際に例えば日本以外でね、まあね、韓国とかはあるかもしれませんけど、まあ日本以外のね、こうグローバルに行った時に、国で偏差値がゴリゴリでどうのこうのって言ってる方はいないじゃないですか。でもやっぱりそういう方々も、ね、自分がね、将来こういう研究やりたい、こういう勉強したいってことを突き詰めていくと、なるべくやっぱり環境の良い難関大に行った方がいいよねっていうのは、やっぱりこう自然の摂理とは言いませんけれども、やっぱりこう自然な感覚としてですね、持っているし、そういうふうに動くんじゃないかなって僕思うんですよ。なので、まあ、正直、まあ、今年というか、まあ、2025年度入試が、まあ、とにかく強気だっていうこともあるかもしれないけど、やっぱりやりたいこととかに目を向けて真剣に考えた結果、やっぱりそういうところね、難関で受けたいなって思う人が増えている傾向があると思います。はい、あと最後に3つ目なんですけど、まあ、これはやっぱりシンプルに、やっぱり女子枠、まあ、女子の方のムーブメントっていうのがあると思っていて、例えば女子枠ってものを作りましたってなると、もちろん女子枠を受けたい人、受けたくない人いると思うんです。それはまあ自由だと思いますが、ただ実際その大学がその女性がウェルカムなんだよっていうメッセージを出すことには明らかになっているわけなんですよ。そうなると、例えばね、いろいろあって女子枠には出せない、もしくは出さないけれども、一般で受けてみようかなって人が増えても、僕は何らおかしくないと思うんですよね。そう、その観点で言うと、やっぱりその女子枠っていうのが、その枠自体が結構話題になったりとかね、まあ、そのね、男女がどうのこうのって話もありますけども、まあ、ちょっとその辺のイデオロギーというか、まあ、考えの話は一旦ちょっと今日はね、あのメインテーマじゃ置いといたとしても、ただそういうメッセージが出されることで、世の中的に、あ、じゃあ私も理系実はやりたかったんだよね、ね、私もっとこんなことに興味あったんだよねって人たちが、まあ、少し昔と比べると、まあ、こう、さっき出てきたようなね、まあ、東大でもそうでしょうし、まあ、特に東京科学大学ですよね。そういうところでは、増えてきている部分もあるのかなとは思います。まあ、ただし、東京科学大学に関しては、明確に女子枠がありますので、まあ、そこを受けたい人が志望している可能性は非常に高いですから、このね、作対比 114% ってものを、どこまで鵜呑みにすべきなのかというのはあります。ただ、まあ、それこそ東大の 109% だったりとか、他の大学でもね、100% 超えしている大学がありましたよね。なので、そういうところを見ていただくと、やっぱりね、女子受験生だろうが、まあ、何だろうが、まあ、強気な傾向に少しある部分は否定できないのかなというふうに思います。はい、ただ逆に言うと、まあ、強気な分ですね、じゃあ浪人をするのかっていうと、じゃあ浪人をしたがる方はやっぱりね、結論ね、減ってきているなっていう印象があります。はい、別に僕は浪人皆さんにしてほしくて言ってるわけじゃなくてですね、はい、やっぱり単純に数字として言うと、浪人する人はどんどん減っていると思いますから、そうなると結局、まあ、チャレンジ校は受けるんだけど、まあ、併願校、滑り止めですね、そういったところも受けるっていう結論になる方が比較的多いのかなという印象があります。はい、ですので皆さんもですね、これから受験校を決定したりとか、まあ、まだね、高1生高2生の方だったり、その保護者の方だったりして、まあ、今すぐ全部決めるわけじゃないよって方も、早めにね、大学の情報は収集しておいた方がいいと思います。正直、ね、入試のね、受験票をね、申し込むというか、受験申し込みをするページだけしか見ないで、その大学のことをどうにもね、わからないと思うんですよね。少なくともホームページを見たりとか、大学が SNS、まあ、特に YouTube とかやっていたら、そういったものを見てみるとか、うん、やっぱ情報収集は個人的にはね、ぜひしてほしいなというふうに思っております。はい。まあ、というわけで本日は以上なんですけれども、やっぱりね、まあ、来年は難関大傾向はちょっと強いかもということで、まあ、中間のデータが出ているので、個人的にもこういった数字はね、ウォッチしていきたいなというふうに思っております。はい。というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。